はい、個人でできる水際対策ということで、今回このホームページをね、参考にしようと思います。まあ、デマとかが流れていったり、そんなの当てになんないよっていうところもあると思うんで、非常にね、簡単にできて、それでいて期待できるものを軽くお知らせしていこうと思います。今回はですね、読むと話したくなる、アルコールやマスクより効く新型肺炎予防策ということですよね。で、これが、アルコールとかマスクよりも簡単で期待できるんだったら、やっといて損はないと思うんですよ。で、いろいろ書いてますけども、ウイルスってのは熱に弱いって書いてますよね。いや、熱に弱いとは限らないよっていう意見もあると思いますけども、まあ、それはね、承知の上でちょっとお話しさせていただきます。で、私たちの体温って37度前後で保たれていると思いますけども、ウイルスっていうのは、体内に入った時にね、熱がガーッと体温上がるじゃないですか。その体温っていうのは、なんで上がるかっていうと、その熱でウイルスをやっつけようとしてるわけなんですよ。ですんで、解熱剤を使うのもよしあしで、37度、38度だったら、逆に解熱剤を使うことによってウイルスが生き残っちゃうってこともあるんですよね。だから体温を上げていくことによってウイルスが死滅してるってイメージを持つことが大事なんですけども、で、ウイルスをやっつけようと思ったら50度もあればもう十分ってことなんで、なんと言いますかね、熱いお茶を飲みましょうってことなんですよ、結論言うと。で、最善の予防策は1時間ごとにお茶を飲むみたいなね、そんな簡単な結論になってきます。これ別にデマでもいいでしょ。これがデマだとしてもお茶は普段飲むじゃないですか。だからちょっと普段よりも意識してお茶を飲む回数を増やすぐらいのことをすれば、まあ治るとは言いませんし、守れるとは言いませんけども、そんなに負担がなく防御できるんではないかなと思うんですよ。で、そんなの当てにならないよって お茶を飲まないとしても、別に飲む飲まないにそんなに大きな負担はないと思うんでね、試してみてもいいんではないかなと思います。で、最初冒頭に書いてあったと思いますけども、書いてなかったかな？そのウイルスってのは多くは口から入ってきて一旦喉で捕まるんですよ。喉で喉に入った時に呼吸器系にウイルスが行くのか、それとも消化器系に行くのかってことなんですよ。もっと簡単に言うと肺に行くのか胃に行くのかですよね。肺に行っちゃうとこのウイルスってのは肺炎を起こしやすいんですよ。ですんで、何としてもね、消化器系に行ってウイルスを胃の消化液で殺してしまいたいんですよね。そういうのもあってお茶を飲むと喉で引っかかったものが胃の方に落ちていくんで、ウイルスが死んでしまうということが期待できるんですよね。さらにそこに熱いお茶を注ぐわけですから、もっといいかなと思うんですよ。まあ、今日からこの予防法を実践しませんかということで、そんなに大きな負担なく、コストもなく、自然にできることなんで、まあちょっと意識してやってみればいいんじゃないかなと思います。もちろんこれでね、なんとかなるっていうふうな保証はないですよ。ただ、大掛かりなことをしなくても、ちょっと意識するだけで、そのリスクがね、少しでも減らせるんだったら、そんなに損はないと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。私は普段からお茶とかね、コーヒーとかを頻繁に飲むんで、まあ、自信を持ってと言いますかね、さらに飲んでいこうかと思います。それでは、本日は以上です。